この動画ではマルセル・ルフェブル大司教の生涯を明らかにします。ルフェブル大司教は20世紀の最も魅力的な人物の一人です。かつて宣教師であり、ダカールの大司教、また教皇使節であり、聖ピオ十世会の創立者であるルフェブル大司教は、第二バチカン公会議の間も公会議後も大きな役割を果たしました。そのため今でも多くのカトリック信者の関心を集めています。ではマルセル・ルフェブル大司教とはどのような人だったのでしょうか。聖ピオ十世会の創立者であるマルセル・ルフェブル大司教は、1905年11月29日、フランス北部の町、トルクワンで生まれました。8人の子供の3番目に生まれたマルセルは、地元の織物工場を経営していた敬虔なカトリック信者の父、ルネ・ルフェブルと、母、ガブリエルの下で育ちました。若い頃から司祭職に憧れていたマルセルは、18歳でローマのフランス神学校に入学。6年後に司祭に叙階され、その後間もなく哲学と神学の博士号を取得し、リール司教区で志牧活動を開始しました。ルフェブル神父の兄は聖霊修道会の宣教師でしたが、新司祭の弟にアフリカのガボンに宣教に来るように勧めました。ルフェブル神父は1932年に聖霊修道会に入会すると、すぐにガボンに派遣されました。最初は神学校の教授を務めましたが、すぐに神学校校長に昇進しました。マルセル・ルフェーブルはこのような初期の時代を経て、ますます重要な責任を任せられるようになりました。彼はフランスに呼び戻されて、モルタンにある神学校校長に任命されました。1947年、教皇ピオ12世は、彼をダカールの大牧、これは司教区になる前の段階の大牧区の長ですが、これに任命し、彼は司教に選別されました。翌年、教皇はフランス語圏アフリカ諸国、これはアフリカのほぼ半分をの領域を占めていました。この教皇使節、実質は教皇大使が教皇使節に彼を任命し、司教から大司教へと昇格させました。教皇ヨハネ23世は前任教皇と同じく、ルフェブル大司教の神学的専門知識、宣教の経験、教育に携わった経歴が非常に稀なものであると考えました。そこで教皇は彼を第二バチカン公会議の準備委員に任命しました。これは予定されていた公会議の下準備をする特別な委員会の委員でした。聖霊修道会の会員たちも大司教の働きに非常に感銘を受け、1962年の総会で大司教を総長として選出しました。ルフェブル大司教についてもっと知って理解するには、ドキュメンタリーフィルム、ルフェブル大司教という動画をご覧になることをお勧めします。また英語ではティシエド・マルレ司教の書いた伝記マルセル・ルフェブル、あるいはルフェブル大司教の講話を元になされた私の長い人生の短い話、またはマイケル・デイビス著のマルセル・ルフェブルのための弁論などもお勧めします。これらはangelspress.org で入手できます。